ここでまたもう一つ桜井さんが指摘していることで重要なのは、その自衛隊員がですね、はい、まあ、大活躍しているわけですよ、そう、大規模接種センターなんかでも、はい、ところが自衛隊員、彼らには1日だよ、はい、向こうは1回だよ、はい、1日3000円か1620円が支給される、看護官、自衛官と看護官、これどういう差なのと、はい、民間の医師への手当と比べてあまりにもおかしいと、このあまりにも非常識な差を埋め合わせるには自衛隊の隊員全員に分かるように明確かつ深い感謝を表現するしかないと、はい、まあ桜井さん書いてますけど、そうですよね、この通りだよね、同じね、医師会が結局、うん、なかなかワクチンの打ち手出さなかったのは、うん、このお金を釣り上げようとしてたんじゃないかっていうゲスの勘繰りをちょっとしてしまいますよね、うん、あの1回あたりの注射7200円、うん、いろんな条件が、うん、で整えばもらえるっていうことまで引き出そうとしてたんじゃないかと思えるし、医師のモラルがそれでいいのかっていうのはちょっと思いますし、そのに比べて本当にこの自衛隊に対しては冷たい支給ですよね、まあ公務員とはいえね、あのまあまあそうですけどね、ちょっと決死隊で来てるわけですし、あのでしかもあのキャンセルがすごく多くてですね、キャンセル多いの、そうです、あの東京と大阪でのキャンセルが1週間で7400、大規模センターで、大規模センターで、だから僕自衛隊のその関連の人から言われて、うん、まあ、放送でもちょっと言ったんですけど、うん、キャンセルが多くて、うん、打たれ手がいないというか、接種される人がいなくて、それ自衛隊は本気で、うん、あのミッションを、うん、やろうとして、うん、気合い入れてすごく来てるらしいんですよ、うん、なのに、うん、手持ち無沙汰な時間帯があって、すごい気の毒らしいんですよね、なので本当になんか、そうそう、あのキャンセルをね、うん、朝日新聞と毎日新聞の読者が、うんうん、空予約を入れてんじゃないかって噂があるぐらいのね、実際やってたやつがいることは分かる、ネタが上がってたって話ですよね、そうですよね、そんなにキャンセルないだろう、はい、ないだろうって記事になってるんですよ。いやいや、みんなだって打ちたいと打ちたいと、はい、人はキャンセル、あの予約がなかなか取れないっていう状況だったわけでしょ。そうです、そうです、年寄りたちがさ、はい、年寄りって俺もそうだけどだからあの、はい、キャンセルするか1割ぐらいはキャンセルが入ったっていう話じゃない、だからもうちょっとひどい話なんですよ、だからちょっと多めにね、予約を取ろうかとかっていう話には今なってるみたいなんですけど、うん、やっぱ妨害組織があるんじゃないかっていうところ、模倣犯もいるでしょうね、朝日とかの報道ね、はい、そうですね、アイラドットとあれでやったからね、ぜひなんか自衛隊にね、こう手柄を立てさせてあげてないなと僕らは思うんですけど、あと今後もね、またこういう類似の、うん、あるいは変異株を生んでいって、またいや慌ててその接種をしなきゃいけないケースはあり得るわけですね、うん、はい、そうです、その時にね、うん、まあ、自衛隊の方特に医官というのは今数が少ないんですよ、うん、そうですね、そうそう、有事対応、そうそう、で本来は海外に行く、うん、本当に国防のために、その健康である必要がある潜水艦の方とか、うん、あの海外派兵の方とか、うん、そういう方の健康を維持する人数をベースに医官って採用するんですね、でそこをこうやって使うんであれば、うん、まず医官の採用をもっと増やすべき、 そうですね、はい、それから1回3000円、うん、災害派遣って私が信頼してる自衛隊医官経験者のお医者様は九州の方なんですが、うんうんうん、災害派遣って1回1620円なんですって、うん、安1620円って普通の大学生のアルバイトみたいな、それで PTSD になってね、はい、あの大震災の時とか、そうですね、うん、それ この手当の体系をね、これ時給にするとか、うん、ああいう極限状態の時にはね、うん、もっとランクの1日1万円出すとか2万円出すとか、うん、はい、その自衛官に対するいわゆる感謝とね、はい、ビジネスっていうかな、その、うん、そう、いわゆる給与としてしっかり、はい、うん、あの報酬を与えるってことをしないから、うん、医師会の釣り上げとか、はい、要するにもう打ち手がいないから俺たちの言うことを聞くだろうというのに菅さんも乗らざるを得ない背景があるんだったら、うんうん、はい、自衛隊の方はだって命令出たらちゃんとやるんだから、まあ、そうですね、しっかりその手当を出す、はい、手当のシステムを抜本的に変えるのはこれは国防ですよね、いや、そうですね、あの医者が少なかった時に増田大臣、うん、増田厚労大臣ね、うん、の時代に増田さんが結局あの増やそうとしたけど、うん、やっぱり医師会が反対して増やせないって、うん、医者を今増やすと医師会としては
ライバルが増えるから、売り上げが下がっちゃうから、医者を増やすの反対してるんですよ、はい、それも何とかしなきゃいけない。深刻なパンデミックが起きた時には、はい、自衛隊病院というのが、もうお医者さんバタバタ死ぬような事態になった時に、はい、うん、完全防護して、例えばダイヤモンドプリンセスに行った自衛官一人も感染しなかった。そうでしたね。要するにその防御というそのいわゆる有事の対応ができる自衛隊の拠点病院を、いわゆる医療有事用にこれは国費を投じてね、どんどん増やしていくべきなのに今ね減らす方向になってるんです。これもね今もうしっかり予算つけて見直すべきですよね。でこれ妨害し続けてきたのはその朝日新聞をはじめとするメディア、これはこんなにね自衛官のための医官を増やすべきじゃないという論陣を張り、医師会はライバルが増えるわけだから、その陰に陽に妨害してきたんですね。もうこれ絶好のチャンスだから、自衛隊員医官それから自衛隊病院を医療有事というセンスにおいて増強していくという議論をすべきですよね。はいはい、そうね。なんかいや本当そうだよね。民営化した方が世の中良くなると僕も思ってるんですけど、基本的には思ってるんですけど、今回そのコロナで民営化されてる病院が日本は多くて、でそこは断る、そこに政府がねあのコロナ受け入れなさいっていう指令ができないという状況であって、やっぱ効率増やした方が医者病院はね、もっと国立とか県立とかの病院私立のね一律の方ですけど増やすしか、今後、まあ、戦争とかいろんな災害があることを考えると、なんかこれは増やした方がいいんじゃないかな。それかも試験を制限して、政府が医者に対しては受け入れなさいって命令できるかどうかっていうふうにやらないと。開業医の方々の言い訳っていうかな、その論理は2つあって、動線を分けられない、コロナの人を受け入れたら、あの他の人 であと風評被害なんですね、はい、そしたら医師会が主導して、あなたのところはコロナ対応しなさいと、でもう今内科とかは、あの患者さん来なくて困ってるんだから、最初からもう病院分ける、病院ごと分けるということは医師会はできなきゃおかしいんですよ。そういう話も最初からしてほしいよね、でもそれをやらないんだったら、ちゃんと公的なところにもっとより診療報酬を出すとか、そう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 、自衛対病院を増やしていって、そういう言うことを聞かない人たちは医療有事に使えるものにならない人たちなんだから、差別化しなきゃダメですよ。そうですね。あ、今回の新型コロナウイルス、武漢ウイルスというのはこの程度の感染力と病毒性だったからこれで済んでるんですよ。これが本当に生物兵器まかれたらどうするんですか、そうですね、お医者さんがどんどん死ぬ、そうです、そしたらもう誰も拒否する、民間の人は誰も受けないですよ、自分が死ぬんだから、その時の最後の拠点って何かって自衛隊病院しかないんですよ。そうですね。で、はい、本来は有事、これ有事法制、これ憲法改正しかないわけですね。そう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 。で、その議論なんでしねえんだと。枝野反対してますよね。もうお医者さん行った方がいいです。そういう人は論理立たないんだから。はい、ただ相対としてこれだけの卑怯力は医師会というシステムではもう無理って諦めた方がいいですね。そうですね。もうあの、はい、そうです。だからあのね、特集会のね。系の病院は受け入れててね、そうそう、あのガンガンやってたって、体張ってやってたっていう病院もちゃんとした倫理持ってるところもあるわけですから、病棟ごと受け入れたんですよね、はい、すごいですよ、ダイヤモンドプリンセス時から受け入れてるっていう、今日の朝日新聞に、はい、あの前防衛大学学長だった、国分さんだったかな、の、あのインタビューが出てましたけど、彼はまあその外から行ってですね学長になったんだけどね、あのこれほどね、素晴らしい青年たちがね、その学んでいたとは思わなかったと、こう言ってんですよ、朝日新聞です、朝日新聞出てんだそれ、私はね、もしこれからまたもう一回ね、大学に行くっていうようなことがあればね、防衛大学に行きたいとまで言ってんですよ。感動的ですね、あれの朝日がよく載せたなと思ってね、激しいデスク会議の末に出てたんですよ。